運動方程式と RI 力を加えたから力を加えたからその結果として加速は発生するんだってただしその発生する加速に関しては質量によると同様に電圧を加えるじゃないですか電圧を加えたからってね電流は決定していくけれども、ねえー、いつでも1 2トの電圧を加えたからって電流が3ア流れますとかそういうわけじゃないんですよ。 いい相手によるんですよ抵抗によるんですすごい似てるでしょ、ね、因果関係って言いますね,ね原因結果関係これをはっきり、えー、明記することこれがね、えー、まあ物理においてね一つの、ねえー、考察のなんというか、ね、テーマでありますよね最も重要なところなのかな因果関係を、えー、把握するっていうこといいですか、ね 人間関係の徹底的理解お願いします。その物理量がどういう意味を成しているのかってね、起電力っていうのは電流を引き起こす能力だとさらっと入れた方がいいよ。力とは加速を引き起こす能力であるっていうねええ、そういうものをなんか日本語で自分の言葉で言えるようにしていくっていうのがね、概念を確定させるっていうことですね。概念と法則いいですか。これに基づいて、えー、物理学今後も勉強していってほしいというふうに思います。